あの NHK の国際放送局であの英語のニュースを読む仕事をしたり、あと英語であの国際情勢についてのあの解説をする仕事をしています。あのもっとその女性の視点が生きるあのニュースの現場であってほしいなとあのいうふうに思いながらあの仕事をしています。そのためにはそのニュースや報道の質を高めることももちろん大事なんですけれどもあのたくさんの女性が あの、報道の現場で、あの、生き生きとすることで、あの、ニュースの現場や、そのニュースの伝えられ方というのも、あの、変わっていくのではないかと思っています。その自分の取材したことが、その視聴者の皆さん、たくさんの、あの、方に伝わることで、あの、どこかで、どなたかが何かを感じて、何か、その新しい、こう、アイディアを得たりとか、 新しい気づきがあったり、発見があったり、新しい行動を起こしてくださったりと。